つまりこの世界は59人で変えることができる。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。日月神事解説シリーズ第13章14章についてお話しします。あなたは今まで日月神事の解説シリーズってご覧になられましたでしょうか？もしご覧になられてなくても、今日の動画を単品で見ても大丈夫です。ただ、日本が誇る大予言書である日月神事を最初の章から、おそらくどこにもこの解釈はないだろうと言えるような解釈で読み解いていっているシリーズですので、お時間がある時に第1章から見ていただけたらなと思います。今日は最初の章、最初の巻、神つまきの第13章第14章ということで、これまた非常に重要なことをお伝えしたいと思っています。日月神事の神様がお伝えになられている、これから起こるべき大峠に向けて何が必要であるのか、そのことにズバッと迫る大事な今の状況というものが分かる内容になりますので、これを知ることは非常にこれからのあなたの未来を守るためにも重要になります。逆にこのことを知らずに、あなたが目の前のことだけをやって言ったら、まさにどん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 奈落の底に落ちていくというようなことにもなりかねません。第二次世界大戦中に降ろされた神様からのメッセージが、その時の予言でもあり、これからの予言でもあるということを理解した時に、あなたに重要な指針を与えてくださいます。そのためにも今日の動画をしっかり理解していただきたいと思っています。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは日月神事の神様の真意がわかります。そして本当に重要なことが何なのか、人間として何が神様から期待されているのか、それを理解することができます。その理解なしに神様から応援されたり、アシストされたり、サポートされたりするはずがありません。でもそれが分かって、あなたの行動の中に神様からのご期待に沿うものになっていけば、あなたの人生の中で達成したいことは面白いほど手に入っていきます。これからの人生を変える大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。日月神事とは、日月神事は国の常たちの神という高格な神様が神道家の体におり、その神道家の意思に関係なく神様が筆を進めて書かれた膨大な予言書です。17年にもわたって書き続けられた予言集、それが日月神事です。今日はその神つまきの第13章と14章について読み解いていきたいと思います。今までと同じように小切りにしながら原文を読んで、それに解説を加えていきたいと思います。では始めていきましょう。元の人3人、その下に7人、その下に77、49人、合わせて59の御霊あれば、この仕組みは成就するのだと書かれています。これについて非常に難しい読み解きになりますが、お伝えしたいと思います。まず2通りの解釈をお�伝えしたいと思いますが、まず1つ目、元の3人、これは3人とは言いながら増加三神を表しています。増加三神というのは、雨の御中主と高み結び、神結び、この宇宙をお作りになられた神様、宇宙創生の神、その御柱の神を3人と言っています。そしてその下に7人、この7人というのは主権在位の神ということで、八百万の神がありながらも、この世界において主権を持っておられる神様、それは東柱の神様しかおられません。その東柱の神様は、先ほど申し上げた増加三神以外に7柱、つまり、イザナギ、イザナミ、アマテラス、オオミカミ、ツキヨミ、スサノオ、マサカツ、アカツ、カチアハヤヒ、アメノオシオミミノミコト、オオクニヌシ。この7柱の神様が、ここで言われている下の7人です。つまりこの東柱の神様、このご存在の力がユダヤの英知である命の木、セフィロトの木と言われている10個の玉を表すものです。つまりこの東柱の神様が見えない世界を支配されて、この現実世界を司っておられる神様、その東柱の神様を表しています。そしてその下に7749というのは、御柱の神様の下に7柱の神様がいらっしゃって、その7柱の神様のそれぞれに七曜という、日月木火土金水という7つの天体の動き、その働きが宿っているということを表しています。そしてその日月木火土金水の7つの天体の力に対して、一つ一つにまずは太極、
1、そしてそれが2つに分かれて領義、そしてその領義がまた2つずつに分かれて4つの師匠、これが易経による大局領義師匠、これの7つがあるということを表しています。つまり7つの天体の下に7つの事象があるということは、東柱の神の下に49の現実世界の全てがあるということを表しているんです。この現実世界における師匠というのが目に見えるもの、全てには4元素というものがあるし、四魂4つの魂というようなものを全ての人が持っていますし、ジョハリの窓も4つであり、 DNA の塩基の組み合わせも4です。それが宇宙の仕組みだということでもあるんです。つまりここでおっしゃっているのは、この宇宙を動かしている59の要素、この要素とつながる身と魂があれば、神がお作りになられた一輪の仕組みという神の仕組みが発動し、弥勒の世に向かうことができるということを書かれています。そして筆記神事は8通りに読めるぞと神様がおっしゃっていますように、もう一つ別の見方でこの文章を読み解きましょう。ではもう一つの見方をお伝えする前に、前提として知っておいてほしいことがあるので、それをお話しします。もともと命というものが生まれた時はミトコンドリアです。ミトコンドリアが命なんです。このミトコンドリアはずっと受け継がれていて、で母親から伝わっていきます。今この日本に住んでいる人のミトコンドリアには3種類あります。それは黄身のミトコンドリア、2つ目オミのミトコンドリア、3つ目タミのミトコンドリア、この3種類です。黄身のミトコンドリアを持つ人はアマテラス大御神の孫であるニニイノミコトが地上におり、初代スメラミコトになりました。このスメラミコトの DNA ミトコンドリアを引き継ぐ人が黄身のミトコンドリア、そしてその黄身のミトコンドリアを補佐し助ける存在、つまりニニイノミコトと一緒に天孫降臨した雨の小屋根や太玉という、このオミのミトコンドリアを持つ人、そしてそれ以外民のミトコンドリアを持つ人、この3種類のミトコンドリアを持っています。そしてこの黄身のミトコンドリアを持つ人がオミのミトコンドリアを持つ人と出会った時に、オミのミトコンドリアを持つ人のスイッチを入れます。覚醒するんです。そしてスメラミコトの役割を補佐し、地球を次元上昇に向かわしめる力を持ちます。そのように覚醒したオミのミトコンドリアと接した民のミトコンドリアを持つ人は、これも覚醒し地球の次元上昇に向かうんです。これがミトコンドリアの仕組み、そういうものがあるということを知っておいてください。すると元の人の3人、その下の7人、その下に7749人というのは、元の3人の黄身のミトコンドリアを持つ人、そしてそれを補佐する7人のオミのミトコンドリアを持つ人、この10人で覚醒をすることによって、7人のオミのミトコンドリアを持つ人はその下の7人の民のミトコンドリアを持つ人を覚醒させます。すると神の一輪の仕組みが発動し、弥勒の世になるぞということなんです。つまりこの世界は59人で変えることができるということをおっしゃってるんです。では続いて次をお伝えします。この59の御霊は神が守っているから、世のもとの神がかりて大手柄を指すから、神の申すよう何事も御霊磨いてくれよ、これが世のもとの神の数ぞとおっしゃっています。ここも難解ですけれども解説しましょう。先ほどお伝えしたように、世界のすべての事象もすべての人民も神様が守ってくださります。神が体も魂も守っている、とんでもない想像もできないくらいの大きなことを成し遂げさせてやるから、とにかく身と魂を見添いでおいてくれ、この59という数玉で地球は次元上昇するのだということをおっしゃってるんです。では続きます。これだけの御霊が力合わして良き世の礎となるのだ。この御霊はいずれも落ちぶれているから、訪ねてきてもわからんから、よく気をつけて、どんなに落ちぶれている臣民でも訪ねてきた人は親切にして返せよ、何事も時節が来たぞと書かれています。ここでおっしゃっていることは、仕組みについては神様が守っているので心配しなくていい、あなたがすべきことは身と魂を磨くこと、それだけだということをおっしゃっています。59の木と身のすべての事象と、59人の君、おみ、民のミトコンドリアを持つ人が力を合わせれば、弥勒の世の基礎を築くことができる
ただ今の人民は身と魂が落ちぶれてしまっていて、はた目で見てそうと気づかないものも多い。だからこの神の仕組みに貢献しようと思う人は、目の前の人がどんなに落ちぶれていたとしても、役に立ちそうでなくても、ちゃんと受け入れて仲間にしなさい。今まさに仕組み発動の時が来ているんだぞ、ということをおっしゃっています。続いて神つまきの第14章、これも区切りながらお伝えします。まずはこちらです。この筆よく読みてくれよ、読めば読むほど何もかも分かりてくるぞ、とおっしゃっています。これは分かりやすいと思うんですが、筆記神事を読みなさい、何度も何度も読めば全てが分かってくるぞ、理解できるからとにかく読みなさい、ということです。では続いて、心とは神民の申す心でないぞ、御霊とは神民の申す御霊でないぞ、御霊とは身と玉と一つになっているものを言うぞ、神の神民身と玉の分け隔てないぞ、身は玉、玉は身ぞ、とおっしゃってます。ここでおっしゃっているのは、心や御霊というのは一般に言われるような心や御霊とは違うんだ。御霊というのは身と魂、体と魂が一つになって御霊であり、境などないんだ、一体となっているので、身は魂であり、魂は身なのだ、ということをおっしゃっています。では続きましょう。外国は身ばかりのところあり、魂ばかりのところあり、神は御霊の別ないぞ、このことを分かりたら神の仕組みがぼつぼつ分かるぞ、と書かれています。神の世界でない場所であれば、物質の価値しかない場所もあるけれども、また一方で精神性しか論じない場所もある。でも本当の神の世界では、物質と精神、見えるものと見えないもの、その区別などないんだ。そのことが分かってきたら神の仕組みが理解できるぞ、ということをおっしゃっています。では最後の部分になります。御霊の選択と御心の選択とは魂ばかりの選択でないぞ、よく気をつけてくれよ、神の申すことたがわんぞよ、と書かれています。ここでおっしゃっているのは、御霊の選択、体と魂の選択や心の選択というのは、精神だけを選択するのではない、体も精神も見える領域も見えない領域も全部選択することなのだ、それをよく理解しなさい、神が伝えることは間違いがないことだ、とおっしゃっています。いかがでしょうか。ぶつ切りにお話ししたので、その都度その都度のところはなんとなく理解できたんじゃないでしょうか。通してまとめてみましょう。今日お伝えした神つまきの13章14章で神様がおっしゃっていることをまとめます。この世界の神々の中で主権在位の頭柱の神様と、宇宙自然の全てで起こること、それが59のカスタマであり、その一つ一つの事象とつながることで神の一輪の仕組みが発動し、弥勒の世に進む。そしてまた筆記神事は8通りで読み解けるので、別の見方としては、君のミトコンドリアと臣のミトコンドリアと民のミトコンドリアを持つ59人で世界を変えることができる。59名が気づけば世界が変わる、神の一輪の仕組みが発動するのだ、ということを合わせておっしゃっているんです。そして世界のすべての事象も、すべての人民も、神様が体魂を守っていただけています。神様が想像を超えるような大きなことを成し遂げさせてやるから、とにかく身と魂を見添いでおきなさい、この59という数玉で地球は次元上昇するのだ、ということをおっしゃってるんです。そしてこの仕組みというのは神様が守っているので、心配しなくてよい。あなたがすべきことは身と魂を磨くこと、身霊磨き、それだけである。ただ今の人民の身と魂は落ちぶれてしまっているので、そうとは気づかないものが多い。だからどんな人でも受け入れて仲間にしなさい。今まさに神の仕組みが発動する時であるから。この筆記神事でいうところの身霊というのは一般的な解釈とは違う。身霊というのは身と魂が一つであって、境がない一体のものなのだ。神の世界においては、物質や精神、見えるもの見えないものの区別などない。そのことが分かってきたら神の仕組みが分かるぞ。
あなたがしなければいけない御霊磨きという御霊の選択、心の選択は精神だけの選択ではないから気をつけなさい。体も精神も見えるものも見えないものも全部選択するのだ。神が言うことに間違いはないぞということをおっしゃっています。細かく一つ一つの表現を完全に訳すよりも全体として理解してもらう方がいいかなと思います。ちょっと新しい概念として、君を見、民のミトコンドリアを持つ人がいるという概念をお伝えしましたので、まずはそれを受け入れた上で、この世界がどうなっていくのか、神の仕組みが発動すれば全てはうまくいって、弥勒の世という理想の世界に進んでいきます。その弥勒の世に進むためには、やるべきことは御霊磨き、しかもその中で体と魂は一体であり、見えないものも見えるものも一体であるという意識を持つことで、その仕組みは理解できるのだということをおっしゃっていると、ざっくり理解できれば OK です。では今日の話をまとめたいと思います。この世界の神々の中で主権在位の塔柱の神様、これはユダヤの英知である生命の木の10個の玉でもあります。これが見えない領域を司るご存在であり、そのご存在とつながっている宇宙すべての事象、日月木火土金水という7つと、太極両儀師匠というこの見える世界で観測できるすべてのこと、これらを59の数玉で表され、その数玉とつながることが神の一輪の仕組みを動かし、弥勒の世に進む、そのためにも君と臣と民のミトコンドリアを持つ59名が気づけば、その仕組みは発動していくのだということを理解していただけたら、もうだいぶ十分です。そして神様は世界においての全ての事象も全ての人民も神様が御霊を守ってくださっています。想像を超えるくらいの大きなことを成し遂げてくださるので、とにかく御と魂を見添いでおきなさい。それで地球は次元上昇できるんだということなんです。一般的に言う心や御霊というのは、神がおっしゃっている御霊とは違う。だから気をつけなさい。御と魂というのは分かれて認識できるものではなく、もともと一つなんだ。境がないのだ。神の世界においては物質も精神も区別はないし、見えているもの見えないものも区別などない。それが分かれば神の仕組みが理解できる。そのためにも御霊を選択しなさい。その選択は精神だけを選択すればいいということではなく、身も魂も体も精神も見える領域も見えない領域も選択しなさいということをおっしゃってるのだとお伝えしました。あなたの中にも天文学的な数字のミトコンドリアをあなたは持っています。そしてこの動画を見ているあなたは、君のミトコンドリアを持っている人、つまりスメラミコトのミトコンドリアを受け継ぐ人であるか、またはそれを補佐するオミのミトコンドリア、つまり雨の小屋根や太玉のミトコンドリアを受け継ぐ人である可能性が高いです。そうじゃないとこの情報に出会わないんです。あなたが君のミトコンドリアを持つのか、オミのミトコンドリアを持つのか、それはともかくとして、59人集まってスイッチが入れば、この神様の神の仕組みが発動し、弥勒の世に移行する。つまり地球の次元上昇という日本人に降りた天命である、天上無休の進捗、世界を愛でまとめて和し、地球を愛の星に次元上昇させなさいというこの命令に、この地球が動き出すんです。そう思ったら、あなたの役目は重大です。そしてあなたはできるんです。できる人だからこの情報に出会えたんです。そして神様がおっしゃってることは明確で、みそぎをしなさい、御霊を磨きなさいということです。これはやるしかないですよね。まずは御霊磨きを一緒にやっていきましょう。みそぎという御霊磨きが神道で奥義中の奥義、基本中の基本です。そのためにも神の力を宿し、その命を体に取り入れることで、あなたの命をみそぐことができる玄米を食べることをお勧めしたいと思います。御霊をクリアリングしてみそぎ、チャージングしてみそぐためにも食は大事です。神の米、玄米を食べることで御霊磨きにもなりますので、ぜひその習慣も少しずつでいいのでつけてみてください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。今日の動画の内容も本当に多くの人に届けたい内容をお伝えしました。ちょっと難しかったかもしれませんけれども、あなたなりに咀嚼しながら、ぜひ SNS でシェアしていただき
けたら嬉しいなと思います。今予言天狗と公式 LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つと店名地名画名というあなたが一番大事にしなければいけない重要なことについての情報を配信していきますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。また玄米食をおすすめしましたが、僕が見つけて監修したユニワの実りという神の力を宿す玄米、食べるだけで体を洗浄し、みそぎクリアリングしながらチャージングできる龍神米を数量限定でお分けしています。よろしければこの概要欄にあるリンクをクリックしてチェックしてみていただけたらと思いますし、こちらの QR コードからでも OK です。またこれからこのチャンネルをよりあなたのお役に立てるものにしていきたいと思っていますので、アンケートをお願いしています。概要欄にリンクを貼ってますので、そこからアンケートにお答えいただけましたら、あなたに喜んでいただけるチャンネルにしていきたいと思っています。ぜひご協力をお願いしたいと思います。ご協力いただいた方には素敵な神様の待ち受け画像をお渡ししてますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。ユニワの実りは本当に丹精にお作りになられているので、それほど量はないようなんです。ですから発売当初すぐに在庫切れになっちゃったみたいでご迷惑をおかけしました。今は生きてると思いますので、まるまる玄米食にするということではなく、白米に少しずつ混ぜることによって白米の足りない部分を補強する、そして体内を浄化し病気の原因などを取り除くという意味で、ぜひ習慣にしていただけたらなと思います。でも白米と混ぜたとしてもよく噛むことは絶対大事ですので、噛むことで健康にもなり消化にも良くなり体の浄化が進みますので、よく噛む、これは絶対必須でやってください。ということで、ではまた。